渡辺力渡辺力は日本の昭和時代を代表するプロダクトデザイナー。インテリアデザインの開拓者、ジャパニーズデザインのパイオニアと呼ばれる。デザインという言葉がまだ日本に存在しなかった、戦前の1930年代後半から活動し、戦後間もない頃には、剣持勇、劉総理らと共に日本におけるモダンデザインの礎を作った。 建築評論家の宮内義久の表によれば、渡辺力の作風は、ミース・ファンデル・ローエのレス・イズ・モアを体現するような密度の高い簡潔さを基礎としており、しかも退屈さに陥らずに、気品や好奇が漂っているという。区内は、モダンデザインを日本で確立した代表的な人物を挙げるとすれば、渡辺力、剣持勇、劉総理の三人であろうとしている。 区内は、渡辺のアカデミックな要素も高く評価しているが、渡辺本人は自身は職人型であると主張している。川添康子によれば、渡辺は、とつとつとした語り口の人物で、素朴な人柄であったという。相うつな傾向のある、剣持勇とは、性格は、正反対ではあるが、そのために逆に仲が良かったと、渡辺本人は解雇している。 東京高等工芸学校では建築が、また、チャールズ・イームズやジョージ・中島を尊敬し、ルイス・バラガンにも興味を持っていた。一方で、フランク・ロイド・ライトやポストモダン建築、アントニーガウディなどは苦手であるという。この他、宗教というよりは、人生観、哲学としての善に興味を持ち、中学生時代から参禅した。渡辺の作品のシンプリシティ、簡潔さには、 全の影響が現れているという。1972年、東京都日比谷にある第一生命本社前にパブリッククロックが設置されたが、そのポール時計をデザインした。そのデザインは以降のパブリッククロックにも多大な影響を与えた。第一生命技術顧問を務めた建築家の松本予作や、東宮御所や帝国劇場を設計した建築家の谷口義郎。 1964年、東京オリンピックのデザインを監修した美術評論家の勝見まさらから称賛され、渡辺自身も私の会心作と称するなど、自他共に認める代表作とされる。また2012年には、ウォールクロックとしてリデザインされ発売などもされている。ありがとうございます。